銀河フィラメント、または超銀河団コンプレックスあるいはグレートウォールは宇宙物理学の用語であり、現在のところ、ダイクウェイサー群と共に知られている宇宙の最大の構造の一つである。これらは典型的な長さが50から 80MPC、H、1.63から2.61億光年、H、H イコールハップル定数。現在の最優推定値は、 H イコール0.71の巨大な紐状構造の集まりであり、各長空洞を仕切る境界領域を形作っている。フィラメントは重力的に拘束された銀河から構成されており、そのうちの特に多数の銀河が近接して存在する領域が超銀河団と呼ばれているものである。宇宙進化の有力なモデルであるラムダ、CDM モデルにおいては、 まず暗黒物質が雲の素状のストリングの形態に進化し、それに沿って銀河フィラメントが形成される。これは暗黒物質が宇宙で最大の規模の構造を決定するという考え方であり、これによれば暗黒物質が重力的にバリオン物質を引き付け、天文学者たちが実際に観測しているように薄くて長い超銀河団のウォールを形成することは、 ある意味で自然なことであることになる。超銀河団の発見は1980年代に始まる。1987年にハワイ大学天文学研究所のアール・ブレント・タリーが、現在我々がペルセウスザ・ウオザ超銀河団と呼んでいるものを同定した。1989年には CF2 グレートオールが発見されている。 これに引き続き2003年にはスローングレートウォールが発見されている。2006年に科学者たちは3つのフィラメントがより集まって人類に知られている最大の構造を形成していると発表した。これは高密度により集まった銀河とライマンアルファブローブとして知られている巨大なガス界から構成されている。2013年1月11日に ロジャー・クロスが率いるランカシャー中央大学の研究者たちがサイズではそれ以前に発見されたすべての銀河フィラメントをしのぐ U1.27 大クエーサー群の発見を発表した。2013年11月にはガンマ線バーストを参照ポイントとする方法でヘルクレス・ザ・カンムリ・ザ・グレート・ウォールと名付けられた巨大な銀河フィラメントが発見された。長さは U1.27 をしのぐ100億光年にも達し、すべての宇宙の構造物として最大の大きさである。銀河フィラメントは競技のフィラメントと銀河ウォールという2つのサブタイプに分類される。銀河フィラメントのサブタイプとしての競技のフィラメントは、長さ方向の軸に対して垂直に切った断面の長径と短径が大体同じになるものとして特徴づけられる。銀河ウォールは、 銀河フィラメントのサブタイプであり、長さ方向の軸に対して垂直に切った断面の長径が単形に比して極めて大きいことが特徴である。5億光年以内の宇宙マップ。最も近い銀河ウォールが見えている。ありがとうございます。